さあ J リーグジャッジリプレイスタートです今回も SNS で話題となったシーンを取り上げて議論していきます審判ゲストは元国際審判員の深野恵子さんです深野さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますそしてお隣は原博美さんです原さんもよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますえさらにお隣平畑啓司さんです平畑さんもよろしくお願いしますお願いします さてインターナショナルマッチウィークがあって番組も一週お休みしましたけれども平田さんその間に日本代表、うんはい、ワールドカップ出場を決定しましたありがとうございます良かったですねいや,いや本当にでももう何やかんや言ももう選手の皆さんご苦労様ですという感じしかないですかね、はい、なんかあの最後のベトナム戦があのあ,あいう感じだったんでちょっとこう、うん、そのめでたいムードがちょっとなくなりつつありますけどでも 最初のことを考えたらここまで来たってちょっとね今回、原さん苦労スタートはしましたからね最初ね、ね、うん、最初いろんな要素はあったと思うんですけどでもそこから途中6連勝でしたっけね、はい、そこからこう守備も安定して、まあ、オーストラリアのアウェーで決めたっってていうのは良かったんですさというわけで今回も J リーグで起きたさまざまな事象を取り上げて議論していきたいと思いまますす皆さんよよろろししししくくおお願願いいます。 今回取り上げるシーンはこちらです週末に行われたゲームの中から合わせて3つのシーンを選出していますでは早速見ていきましょうまずはこちらのシーンからです明治安田生命 J1 リーグ第6節横浜 F マリノス対 FC 東京12分のシーンです F ・マリノスが自陣からビルドアップしようとしますが渡辺康太がディエゴ・リベイラにボールを奪われて FC 東京のチャンスパスに走り込んだ阿部が決めて FC 東京のゴールとなりますしかしここで VAR チェックが入り主審が VAR と更新リプレイで見ると渡辺からボールを奪ったディエゴ・リベイラは最初の接触でボールには触っておらず右足が引っかかって倒しているようにも見えます ただ主審はオンフィールドレビューは行わず判定はノーファウルのまま FC 東京のゴールを認めましたがジャッジは妥当だったのかままずはこのシーンについて議論しますさてこの試合実は僕は中継を担当していましてまあ放送席から遠いのでねどうしてもそれが起きた時点では分からなかったんですけどリプレイを見たあの時点であこれはボールに触ってないから。 オンフィーーールルドレビューでゴール取り消ししににななるだろうなと正直に思いました、うん、ただそのままゴールとなったので、うん、えっていう気持ちになったのが僕の正直な感想だったんですけれどもあ<ー>これスタジアム内にも流れえと中継モニターでそのオンフィールドレビューではないですけど、うん、あのよりの絵がリプレイで出された時に、うん、あボール触ってないな、うん、ファウルだなっていうふうに思いました。 僕は、じゃあも,うもちろん足かかってるような気もするんですけど僕はその審判のジャッジもなんかそれはそれで認めるかなっていう感じがするんですね、はい、あのボールに行こうとしてるような感じの流れで引っかかったというか、うん、厳密に言えば多分ファウルだと思うんですよ、うん、僕の中では。厳密に言えばファウルだと思うんですけどプレーのシャツも引っ張ったらファウルじゃないですか。 プレーの中でで引っ張っっっ張ててるることってああじゃないいいすすか、まあ、いっぱいあります厳密に取り出せばもういっぱいファウルあると思うんですけど、うん、っていう中の一つかなって僕は思ってます。なのであのゴールになってもそれはそれでおかしくないのかなとは思いましたね。こちらは、えー、ディエゴ・オリベイラ選手が渡辺選手からボールをダッシュしたシーンですが、えー、ファーストコンタクトでボールに入っておらずむしろ足に入っているように見えますと。うん VAR の結果、FC 東京の得点が認められましたが、なぜファウルが取られなかったのでしょうかということですね、はいうんまあ、そういう意見が非常に多かったとは思うんですが、原さんいかがでしょうこれ、それこそ桑原さんの実況を聞いてたし、d a z o ンで見たときに、はい、ああ、これは取り消されんだろうなっていうふうに。 思いましたね、うん、あの最初にやっぱりこう足に行っていてボールには全くこう行ってないここで足じゃないですか、うん、そんでただうまいのはオリベイラーそのままの足でこうボールにも行ってるからあの最初からボールに行ったようにあの審判は見えたのかなと思うんですけどこれ VAR でチェックしたらこれ明らかにこう引っ掛けて倒しちゃってるんで、うん。 僕はもうファールだと思いましただから、うん、あのそれでゴールって言った後あの渡辺康太とかあのマリノス選手はもう VR でちゃんと見てくれから大丈夫って言ったらえっって <laughs> こういうリアクションしてたから <laughs> まあそれが全てかなって僕は思いますけど、ね、これはやっぱり取るべきだったと思うんですけど、うん、なぜあの少なくてもオーフィールドレビューをやっぱりした方が良かったというふうには思いますけどね。さて深野さん、まあ、これがファウルかどうかは、まあ、得点かどうかに直結するので非常に重要だったと思うんですが。はい 個人的には、えー、ファールだと思いままししたた、うんえー、が認められた後で、えー、と VR は APP のチェックをします、はい、でその APP の起点となるプレーだったわけですけれども、うん、なぜ入らなかったのかオンフィールドが入らなかったのかって想像すると、うん、山本出身が、まあ、そのシーンを見えていて接触もあったけどファールじゃないよってもし言ったならば。うん 足と足が接触したのが分かってて取らないっていう更新をもししていたならば VR はもうそれ以上介入ができなくなるので、うん、まあそういうことなのかなとは思ったんですけれども、うんまあ、つまりは平田さんが最初におっしゃったコンタクトはあるけれどもファールとするほどではないよと主審が判断したっていうことですかね。 映像が合っていれば v r 介入はできないので、うん、合っていて介入しなかったんじゃないかなと。だからチェックをしてくださいって、うん、その確かにボールには2回目にはいってるけど 1>,、うん、1回目は足だけですよっていうのを、うん、まあそれで確認していやこれ1連でいいんだっていうんだったら僕はもうそれでいいと思うんですけど、うん、やっぱりそこがずれてたんじゃないかなっていう気が。うんうん、これおそらく足をかけられなければ渡辺う太選手は普通にバックパスで逆サイドにも持っていけるような状況だったと思うんですよ。うんうん だからこれを流しちゃったら何でもありになっちゃう気も個人的にはしたんですけどね確認した方が良かったねと思うけどねこれは、うん、VR オンフィールドレビュー。これ、僕はちょっと分からないですけどその映像と実際のやっぱピッチでこう近くで見てる人の。 やっぱりそのズレっていうのは相当ああったりりすするんでしょうねありますあの VR 本当とに360度って言い過ぎですけれども、うん、四方八方から一番いいアングルを探せるんですけれども、うん、出身はやっぱり一方方向だけなので、うん、あのやっぱりスピードありますし選手の体で見えない時もありますのであの確実ではないというのはやっぱり言えると思います。うんうん これ原さん、あの横から足と足がぶつかっている、例えばアウトサイドとアウトサイドとかだったら分かるんですけど、うん、おそらく渡辺康太選手が出そうとした足をこう引っ掛ける感じで倒してるんだと思うんですよ、トリップに入ると思うんですよね、そうすると、やっぱりちょっとこれ、見て欲しかったなっいう気がい最初からボールにこう行っててね、そ,のそれで接触もその後したなら分かるけど、き最初、足しかしてないんで、足して、このあとボールだから、これはファルに。 なななるんじゃいいかなって個人的には思いますけどねこれやっぱりあのー、こんな言い方したらあ,あれですけど見れば見るほどやっぱファウルにどんどん見えてくるっていうか僕も最初に見た時はそうでもなかったけどこれどんどん見るとファウルに見えてくるっていうところは逆に言うとだから審判出身の方は原さんもおっしゃったけど。 一度見ててていいたただきき方がっっう気になってはきますよね、うんうん、これ、うん、オリベーラー渡辺康太とオリベーラーがこの左の足でこうやってお互いがねあの外の足で攻撃やって転んじゃったんなら分かるんだけど、うんうん、こっち引っ掛けちゃってるから、うん、右から行ってだからそれはやっぱファウルだと思うんだよね、うん、僕は。うん あのこの番組で我々結構あの見た方が納得感が出るっていうことを使ってしまうことがあってでもちろんそのために v r を運用してはいけないというのは我々100も承知なんですけれどもおそらくこのシーンは v r オンフィールドレビューを知って取り消しになった。 方が納得すする方は相手も含めて多いと思うんですよねただこれオンフィールドレビューしないでそのままいったら納得しないい人の方が圧倒的に多いと思うんですよねそういう意味では納得感どうこうっていうよりもやっぱり入る方がなんかこう正しいような気がしてしまうっていうのは深野さんどうしても、うん、僕は個人的にはあるんですけど私も個人的にはこれはもうファールだと思うので入るべき事象だと個人的には思います、うん。 なので納得感じゃなくて入るべき事象かなと思いました結局ねあのスタジアムにいる人が一番モヤモヤ感なんですよ、うん、僕らはこれダゾーンで見てたからこのアップで見てねあのリプレイを見てあファールだっていうけどピッチに行った人スタジアムに来た人があれってファウルじゃないの <laughs> と思いながら多分こうやってまた見てるっていうだからやったほうがいいと思う僕はこのぐらいのシーンはねあのそれがサポーターにとってもいいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。うん 明治安田生命 J1 リーグ第6節鹿島アントラーズ対清水エスパルス64分のシーンです鹿島の選手交代の場面です上田と変わったピツカがベンチに下がる際にペットボトルをスタンドに向かって蹴り飛ばしこの行為で主審はピツカに対しレッドカードを提示退場としました さてまずこのシーンなんですけれども、あのディエゴピトカ選手本当に素晴らしいプレイヤーで、あのフットボール競技者としては、うん、あの最高の選手だなっていつも思うんですけれども、ただ原さんこれは絶対にやってはいけない行為でしたね。これはダメですね。というか危ない。本当にサポーターのあのなんかこの柵に当たったからまだいいけどあのまんま行ってサポーターに直撃したら本当に。 大きな事故に繋がりかねなかったですよね。まあ交代させられてカチンと来たの分かるけど、これは絶対やっていけないんじゃないですか。これでも平田さんたまたま柵に当たって良かったと言いましょうか。いやそうだと思いますね。本当にすごく危険なことですし、あのもちろんサッカーの面白さはパッションだと思うんですけど、だからこそあの熱くなりすぎないというか。 こういうことに対しては本当に気をつけないといけないっていうのはこれたまたま今回はこのピツコ選手でしたけどこれ誰しもがもしかしたら可能性としてあるっていうかなんか見えなくなるじゃないですかこう腹が立ってわーってなってしまうことあるじゃないですか人間ですからでもそれは本当にあの気をつけていただきたいなっていう部分はありますね、うん。あの 俺自身も監督やってて悔しいのをあの選手もやってたし、はい、悔しいの分かるけどぶつけるとこはそこじゃないよねってもちろんその蹴っちゃった蹴っちゃいけないけど蹴っちゃったでもあっちに蹴ったらこれはだめだよねっていうのをうん、うん、やっぱりこれはもう理解してもらわないと、うん、本当に事故にならなくてよかったそっちをあのよかったなってむしろ思うぐらいですね、うん、まあ不幸中の幸いといいましょうかね最小限の被害に住んでまだ良かったなとは思うんですが。うん それとはまた別にこのシーンではちょっと議論しなければいけないんじゃないかということがありましてディエゴ・ピトカ選手と交代で入ったのは上田綺世選手なんですけれどもこれ、上田選手は交代が完了した後の退場なのか。うん え完了する前の退場なのか、うん、まあそれによってピッチ上、鹿島は本当は10人にならなきゃいけなかった可能性もあるんじゃないかという意見が非常に多くありまして、実際、これを見ると、かなり疑問に思うところでもあるんですが、平田さん、どう感じますかこれは僕もそ,うそれは思いました、見てて、どうなるのっていう感じがしましたね、うん。あの ある種、僕はその後上田綺世選手が入って11人対11人でゲームを行われたのでそれはそれで良かったなと思ったんですけどじゃあ、どこがその交代の完了になるのかっていうのは明確な部分分からないのでもしかしたらそのこれで上田綺世選手が入れなかった可能性ももしかしたらあるのかなっていうのは思いましたね。見てててて結果的に決勝点はいですももんね <はい S 1> でツイッターの方も来てまして レッドカードは異論ないろんなと思うが交代を認めたことは正しい判断だったのでしょうかこの交代可否については VAR 介入できなかったのでしょうか教えていただきたいですということですね、はいうん、そう思った方は非常に多かったと思います。うん、原さん、はい このタイミングをどう見るかですよね今ここで見てるとまだ上田綺世入ってないじゃないですかこれてない。だけどまあ出た瞬間にもう例えば交代が成立したというふうに考えるのかもう出てそのまんま蹴ってるというふうにしてそこで1人少なくするべきだっていうどこで完了するのっていうのを深野さんに聞きたいね交代は交代要員がフィールドに入って完了します。 でですので入ってないですよ入ってないですだ入ってないですよ入ってないですよ、ね、<分>だから、ね、<ー>これは結局ピートカ選手がペットボトルを蹴ってしまって退場になったわけですけれども蹴った後に一度上田選手はピッチに入ってます、はい、ただその後にちょっと事情は詳しくわからないですがまたピッチの外に戻りましたよねでそこからもう一度入ったと思うんですけれども これは、まあ、上田選手が入る前にこの蹴って退場になる事象が起きてるじゃないですか、うん、そうすると平田さんやっぱり退場となるべき事象が先に起きてるので投入を認めるべきじゃなかったんではないかとも思うんですけどうん、うん、いかかがですか確かにそれはでもそうですね、うん、でもこれだから逆に言うとこれ難しいですけど上田選手がこの。 ギリギリで入っちゃってればみたいな、なんかもうなんか微妙っすね,ねそこまで普段ね、どっちが早く入って出たって見てないもん原さん、どう思いますいやこれは入ってないと見ちゃうよね、さっきの深野さんでいうと、う中に入った瞬間って、入る前に蹴ってるふうん、風に見えるんで。はい でそううななっっちゃうとやっぱりこれ交代は成立していないその前にあの退場になる事象が起きちゃったっていうふうに見られてしょうがないのかなってこれ入ってないもん、ねうん、入ってない感じですねうん、うん、入っちゃってたら別ですけど、うん、深野さんの見解はいかかがですか厳密に言うと、うんうん、まだ上田選手は入っていないように見えるので、うん、交代が成立する前に起きた事象だと思うんですけれども、ね。うんうん まあこの審判団はもう成立したとして11人でプレーをしたっていうことなんでしょうねと思います。はい、おそらくレッドカードを提示してさらに VAR との更新を結構な時間を取って主審がされてたのでそのあたりの話もあとフォースも交えて話してましたよね。おそらくそのあたりについてのあの話を。 詳しくしくたんんじゃないかと思うんですが結果的に認めるということになって、うん、これはだからどういう基準で認めたのかっていうのも平田さんやっぱりちょっと分かりづらいですよね。だから、あのー、例えば試合中にあのゲームに出てない選手ベンチの選手がなんかこう暴言を吐いてレ、うん、フリーにカードを提出されるっていうのはなんかよくあるじゃないですかこれはまだその中の,あのフィールドプレーヤーの一人としてやってるっていうことに、うん。 なるのかかどううっていうところですもこねただ「ピツカ」自体は外に出てるから、うん、もう出てるんだっていうふうに見てピッチ上じゃなくて外に出た行為というふうに見るっていうこともできるの いやまだ彼は競技者であれば、うん、競技者交代,交代成立しててないいからっていう感じかそうそです競技者か競技者でないかっていうどっちかになると思うのでどこで厳密に線を引くかですけれども、ねね、本当に白黒つけてしまうのか、うん、まあもう上田選手入ったと同じだよねっていうふうに見なして11人でプレーさせようとするのか、うん、でそこは審判団の判断はあったんじゃないかなというふうには、うん、うなかなか難しい事例だね。これ思います、はいは、うん、それで時間もかかかったのかなという,ふうに 要するに交代となる、えー、と外に出なければいけない選手がピッチの外に出たら完了ではなくて交代、うん、で入る選手が入らないと完了にはならないっていうことですよねあの厳密に言うと競技規則にはそう書いてあるんですけどでも実際もう ピトカ選手は外へ出ていて上田選手はもうまさに入らんというか、うん、もう入ってるようなものだねと見なせなくもないって、うん、多分審判団は判断したんじゃないかなと思うんですけども競技規則上では何度も言いますが交代、うん、要因が入ってから交代が成立するもうそれ以上はそこは当たれないっていうことなので、うん、そうなるとでも最後の最後に決勝点決めたのが上田選手で、うんうん、これ清水サポーターからすると平田さん 納得はちょょっとでできないでしょうねまあここにちょっと戻っちゃいますよね気持ちはね。っていう感じになるかなっていう気もしますけどこれは難しいだからすごいレアなケースかなって思いますね。ねあののの時によくその 出るるる選選手手とと入のタイミングっってやっぱ本当あると思うんですけど向こうの方で遠くの方で出る出そうな時にも入る選手とかいて一瞬ピッチ上で12人になったりすることもありますよねあのそういうちょっとグレーゾーンというかそういうのはやっぱり競技規則にはある,だあるなっていうのは感じていますただやっぱりこういう行為が起きてしまったのでこれがすごく問題視されているっていうことではやっぱりこの行為が悪かったっていうことがなければ多分そういう。 競技規則の話もならなならかっったんだろううていう気がします結局さあの時間をこう短縮するためにどこからでも近くから出ていいってルールにしたから、うん、逆に出てないのに入っちゃったとかここでもこう、ね、本当にこれで入れ替われば分かってたのにこう,こうなっちゃったからあそこで蹴っちゃったみたいなことが起きちゃうっていうのが違う面の難しさが出てきてるねあのルール改正の厳密に言うと完了していなかったんじゃないかっていう見方がいうけど中心からっるともう合図いいを出したことは、うん って思ったのかなはいいでも入ってないよね <laughs> っていうところをどう取るかだねいずれにせよこういう行為はまあ二度と見たくはないなこれは良くないねこれは本当に大きな事故にならなくて良かったと思いますけどまあ本人も反省していると思いますけど、うん、絶対やっちゃいけないですね、はい、そうですね、うん、さあでは次のシーンに行きましょう明治安田生命 J2 リーグ第8節モンテディオ山形対ファジアーノ岡山10分のシーンです 山形が自陣からビルドアップすする場面ですパスを回して相手のプレッシャーをかわす中で半田がゴールキーパーの後藤にバックパスしかしこれが無人のゴールマウスに向かったため後藤が手を使ってかき出すとここでホイッスルバックパスのファウルで岡山に関節フリーキックが与えられた上後藤にはレッドカードが提示され一発退場となりました さてというわけでかなりのレアケースでまあ,あの視聴者の皆さんの中でもこれはルールの適用ミスなんじゃないかっていう意見はたくさんありましたまずこのシーンレッドカードを出したこと自体はこれルール上間違いということでよろしいですかはいそうなりますうんではどういったところが間違いだったのかということなんですけどまあ、味方競技者からのバックパスに対してのゴールキーパーのプレー についてちょっと解説いただきます。はい、えー。味方競技者から意図的に戻されたボールを手で触るという行為は、あのバックパスで関節フリーキックであの罰せられるというふうに競技規則には書かれています。うん、で、このシーンはもうまさにそうで、味方からパスされたボールをまあ弾いたってことですけども、手でプレーしたっていうことになりますので、関節フリーキックの条項に当てはまるということになります。うんうん、ではですよ、そのバックパスによる。 まあ手でのプレー、まあ、そのファール自体が成立したとして、じゃあ、それに対する懲戒罰、イエローカード、レッドカードというのは出せるのかどうか。競技規則の方を読ませていただきます。 えー、ゴールキーパーは自分のペ,リペナルティエリア外でボールを手または腕で扱うことについて他の競技者と同様に制限されるゴールキーパーが自分のペナルティエリア内で認め,て認められていないにもかかわらず手や腕でボールを扱った場合関節フリーキックが与えられるが懲戒の罰則にはならなならいいととままずなってすそれは今回のシーンに当てはまると思います。し、うん、しかしながら これあの今年の競技規則改正、今回の競技規則改正なんですけれどもプレーが再開された後、他の競技者が触れる前にゴールキーパーが再びボールを触れる反則の場合手や腕による揺らないにかかわらず相手の大きなチャンスとなる攻撃を阻止したまたは相手の得点や決定的な機会得点の機会を阻止したのであれば懲戒の罰則となるというふうに書いてあるんですね。うん、これがあのセットで書いててありまして、うんで 今私が説明したあの後半の部分はこれは何かというとフリーキックやゴールキックをゴールキーパーが蹴りましたとでその後のその後もう一回あの触ってしまったっていうものは聴会の罰則がつきますよと道具ショスパもありますとただこの場合は単ただ単にバックパスなので聴会の罰則にはならない。 というふうに書いてあるんですね。ただここがちょっとよ読んでいくとちょっとこう混同しがちというかう一緒に書いてあったりもするので難しさはあるかなというふうには思いましたな、はい、ちなみにバックパスって一括りにすると皆さんちょっと混同されるかもしれないんですけど 例えば胸とか頭とか太ももとかそういうところでキーパーに返した場合はバックパスに当たらないい、ですよねはい、あの本当に足でコントロールをしてその選手に向かってボールを意図的に蹴ったというプレーを主審が認めたらバックパスになります例えば相手競技者がすぐ近くに来ていてボールをその触らせないように外に出すようなプレーとかそのゴールキーパーに向かって蹴ってない、うん プレーに対してはバックパスにならないっていうことになります。うん、あともう一つですね深野さんこれはバックパスをただ単に手で処理したわけではなく入りそう、まあ、まさにもうボールがゴールに入りそうだというのを防ぐために手を使ったということになります。まあ、ぱっと見見ドグソ決定的な得点機械の阻止にもももえるんですけれどもそれどそ ゴールキーパーへのバックパスに関しては適用されないということでいいんですかはいもうゴールキーパーだけはペナルティーエリアの中で手が使える唯一の選手でその方が手で扱ったら関節フリーキックのみそれはドグソに当たらないというふうに解釈をしています、うん、なるほどじゃあ明らかなこういった得点機会を阻止した場面でもゴールキーパーへのバックパスを手で扱った場合はドグソの適用外ということですねはいそうなりますなるほど そうなるとこれは平田さんまあシンプルに言ってしまえばルールの適用ミスということになってしまうんですけどもね、うん、ただここちょっと今ツイッター来てるんですけどね「はいうん、前半11分のプレーはただのバックパスであって関節フリーキックの再開で退場にならないのでは?うん」もう分かるんですけど、うん、ここに「 アシスタントレフェリーのサポートがあってもよかったのではこの主審の方がそのルールのそれを仮に間違ってたとしてもアシスタントレフェリーの方もいるはい第4の審判の方もいるでその方がいや間違ってるよルールの適用間違ってるよって言えばそこで収まったのかなっていう気もしてきますよね。最終決定はももちろん出身ですけれども このフリーキックが再開される前だったら競技して変えられますからね、うんうんはい、そこで一声いやちょっと間違ってるんじゃないですか、うん、っていうだけでもうまくいったのかなっていう気がしますよね、うん、もうおっしゃる通りで、うん、その審判団としての協力ができなかったのかなっていうのはどうだったんだろうとは思いました、うんうん、はい。これみんな気づかなかったっていうことなんですかね再開までに変わらなかったってことは多分そういうことだと思うんですけれども、結構時間はあったと思うんですけど これだからその選手の中で、例えばあの競技規則博士みたいな人とか選手がおっていてもおかしくないですよ。ね、え<れ>ちょっと出身の方、すみません、これはレッドじゃないんですけどって、もし仮に言ったとしたら、はっと気がつけば変わるかもしれないです。<あー S 2> もしかしたら、あ俺間違ってたとか思えるかもしれないこのレベルの方々が4人集まって、誰も気づかないっていうのは、かなりレアケースですね。 多分この事象がなかなかそんなにないじゃないですかだいたいバックパスっていうのはまあ危ないとしてもね、うん、そのここまで危こもう入っちゃうから触らなきゃ入ってるやつをこう書き出してるわけだからこの事象があの普通に考えちゃうともう本当に毒素以上にもうだってこれ手使えないのに手で防いじゃったよねってもうこれ間違いなくレッドだよねみたいな毒素よりひどいよねみたいな感じになっちゃうんじゃないですか。かそこでもうちょっと パニックにななななっっちゃゃたんじいいかかとしか考えられないねだからあのワールドカップでスアレスが手で入りそうなのを出しちゃったのと同じような感覚で見たっていうことでしょだからやっぱもう普通に起きないことが起きちゃったから多分パニック状態なんじゃないかなとしか考えられないなこれだからそうですレッよでもゴールキーパーなので、うん、あのゴールキーパーは手を使うことが許されているので。はい 関節リキックっていうルールなんですよね。これ、僕見た時にね、最初、そのあんまり不思議に思わなかったんですよ。あレッド、なっちゃうよ。正直ですよ。あレッドなっちゃうよねって思ったんですよ。多かったと思いますよ、そういう方。え深野さんと、これ最初見た時に、あ間違ってるって、すぐにお気づきになられるんです。かイントラクターだからね。いや、最初に違う声から入ってきてたので、まあ、そういう目で見ちゃいました。なるほど。 まあ大体そのルール自体がキーパーだから手で触ってもあのそのイエローカードもレッドカードも出ないっていうでもこれなんて本当に触らなかったらゴールだからそれをもうこうやって防いじゃったやつをキーパーだからカード出ないっていうより本当はあの,あれにあの行為に対してあのフィールドプレイヤーが手で出しちゃったと同じじゃないですかバックパスは触れないも思う。のは フィールドプレイヤーがあれやったとしたら一発レッドで退場だよねってただちゃんと関節フリーキックにしてたんだから PK じゃないんだから分かってたのかなっていうのとそこごちゃごちゃになっちゃったんですね確かに確かにちなみに深野さんちょっと論点ずれるんですけどこのシーンでボールに手で触れたのはおそらくゴールラインギリギリぐらいだったと思うんですけど、はい 再開の関節フリーキックの場所がゴールエリアのライン上でした。はい、そこのルールの説明もちょっとしていただけますか。はい、えー。反則の起きた地点に最も近いゴールラインに平行な、えー、ゴールエリアのライン上で行うとなってますので、うん、あのゴールエリア内で起きた、えー、関節フリーキックはすべてあの平行なラインの上で行われるということになってます。多分距離が やっぱり近すぎるとるといいろろあからだとは思うんですけれども、うんうんうん、だからもうゴールラインから5センチとか1 0ンチのところから再開はできないっていうことですよね。これもね一つまたこのシーンで勉強になったことではあるんですけれども、うん、まあただ原さん本当にルールはしょっちゅうこう変わっていきますし。はい 全てを把握するのは難しいですよね結局ゴールキーパーへのバックパスがダメになったのはそのリードしてるチームがね何度もバックパスしてこの手で触って時間稼ぎでプレーしてる時間少ないよねっていうのでこれがダメになったじゃないですかでこういうシーンはあんまり想定してないんだと思うんですよね。だけど実際あの手を使えない って言ってんのにあれ手使わないと防げないから手使っちゃったっていうのがやっぱりあれはレッドでもおかしくないよねって皆さんのうん、うん、やっぱりなんか、うん、それは当たり前だよねみたいな感覚もやっぱ、うん、ね正しいとこもあるんで、うん、難しいとこですねこれルール、うん、アイファブに変えてもらえますか、うん、でも本当にフェアプレーとかルールの精神で言うと、うん、あれは決定機措置で態場、うんうん、でいいんじゃないかと思ってしまいます、ね、そう思っちゃうんだよねやっぱドクソでクソってキーパーいたってキーパーいてこっちのところ倒しちゃ ドクソになって一発レッドで退場になっちゃうのにそれよりよっぽどが入るよねみたいなシチュエーションだからあれやらなければゴールでしたからだからそうなっちゃうんだよねっていうそこら辺がどう考えるのかって本当に難しいねと、うんまあ、ただ誰でもミスはありますからね平田さんもちろんもちろん、うん、あとはこの試合のまあ取り扱いっていうかそれをどうなるのかっていうのも本当に順位とか それこそ後々昇格争い、上位の争いとかになってきたときに勝ち点一応にも大事ですからね、うん、そのあたりもちょっとこう見ていきたいなと思いますけどまだ10分でしたからね、うん。いやいや、大きいですよ、それはももうゲーム全然変わりますもんそのあたりも含めて、ちょっと今後どうなるかを見守っていきたいと思います、うん、このコンテンツでは、毎回視聴者の皆さんから取り上げてほしいシーンやテーマ、さらにナイスジャッジに関する事象もツイッターで募集しております。 ハッシュタグジャッジリプレイで取り上げてと付けまして投稿をしてくださいサッカーに関わる皆様へのリスペクトはお忘れなくお願いいたします今シーズンも J リーグジャッジリプレイ毎週火曜日の朝配信しておりますぜひお楽しみくださいというわけで今回もなかなか重たいテーマでしたが皆さん声切りのありがとうございました、はい、ありがとうございました